新藤辰巳のゴミラジオ。はい、テヤンデイ、テヤンデイ、始まりました新藤辰巳のゴミラジオでございます。いや、僕ね、ゲームセンターが好きで、まあ、よく行くんですけども、まだ行ってんの、ゲームセンター。行きますよ、ずっと行きますよ。これは大人なのに行きます。大人でも楽しめるゲームセンター。そうだ、ストツーしかやらないでしょ。いや、ストツーもそうだけど、僕他でもやってるゲームは実はありますね、うん、最近見ないんですけど、ツッコミ妖精なんだっけ、なんだっけ、あったよね。あったあったあった。ツッコミ妖精ギブスナイスツッコミってのがあったんですよ。これちょっと好きで、あったあった、時々やってたんですけど、最近一切見なくなったんですよ。昔だよね。うん。で、これ今置いてるゲーセンないのかなと思って、ちょっと皆さんに問いかけて、もしあったらコメントで書いていただければ。俺意外と大阪とかあるんじゃないかなと思って。まあまあ探せばどっかにあるだろうけど、で、うん、俺10年ぐらい前だよな、あれちょっと流行ったの、あれが、いや、もっと前だ、10年前とかじゃね、俺大学の時とかじゃないか、ナムコから出てまして、2002年7月12日発売になった、ね、2002年、2002年、16、7年ぐらい前、17年前ですね、うん、これはもう、うん、で、これをやりたいとどんなんだっけ。で、こうなんかロボットみたいになって、こう突っ込むと、なんでだよとか頭立てたら、うん、で、こうやってやると、なんか必殺技みたいなのが出た、はいはいはい、なんか電流がバーンってビビビビビビってなって、それがいいタイミング、はいはい、あとタイミングと間が良かったら画面がドーンってなんか別の画面になった、漫才だからね、間がみたいな、まあ、間が大事、まあ、ちょっと太鼓の達人とちょっと引っ掛けてみたいな、そうそうそう、ね、それを、そのしかも松竹芸能から出たよね、なんか松竹芸能の、そうそう、なんか誰かがネタを、ね、9組いまして、うん、横山隆史宏さんとシンデレラエキスプレスさんと増田岡田さん、はい、TKO さん、 TKO さんもいた、ダックスープさん、今は解散してピンで直行さんって名前でね、お出てもらいまして、アメリカザリガニさん、あ、そうだ、アメザリさんで、オーバードライブさんもこちらは解散しておりますね、懐かしい、 OK さん、今はまあ活動してますけど、収納王子コジマジックとして割と活動しておりますね。で、おじんおずぼんさんとね、9組。それも M1 の数に合わせたのかな、9組ってことが。いや、全然。でも、どうかな。でも、そう、ぽい、ぽい感じもするわね。でもいいですね、そう、ベテランのね、酒井邦夫さんが入ってる感じとかもいいですね。これまた人を変えてさ。面白いですよね、それやりたいわ、酒井邦夫さん。だったら、今だったらもう和牛とかなんのかな。和牛とかスーパーマラドーンさんとか。ベテランって意味で。ああ、今だったら作ったら。作ったら作ったら。ああ、なるんじゃない？三四郎とか、そこら辺のいろんな。やっぱりそういう人。まあ、吉本縛りになるんだったらそこか、でも。そういう人ネタやりたいでしょ。うん、スーパーマン。まあ、中川家。うん、まあ、ブラックマヨネーズとか。チュートリアルとか、そこら辺の、まあ、誰でもいいわけですからね。そこら辺なんかすごい人たちばっかり入れて。なので、ダウンタウン入れてもいいわけですから。そうだね。でも多分もうちょっと若手になるのかな、でもひょっとしたら。ツッコミがないネタとかじゃできないんですけどね、なかなか。ツッコミがないネタとか。まあ、バシバシ、こう、ちゃんと分かりやすく、うん、そうか。ポイズンガールバンドさんとか難しいですからね。うん、難しいです。今だったら金属バットとか入るかもしれないし。ああ、まあまあ、うん、そうだね。この時のおじおずボーンさん、めちゃくちゃ若いですからね。そうだよね。しか長いね、おじおずさんって。10代か20、20歳ぐらいの時。でしょ多分、うん、ネタは多分もうそんぐらいの時今の中で一番若手でしょ多分、うんね、圧倒的若手、ね、下手したら今でいう4000投資なんか若いです下手したら、うん、そうだね、うん、すごい、ね、そっか10年後4000投資もベテランになってね、あ、どうなってんだろうね、うん、そこら辺も上級者編でトリオがいたりしてもね、ああそうね、トリオね、トリオやっぱ難しいでしょう、トリオなかなか、こっちに持ち込まなきゃいけない、ああでも機械が難しいね、あそうかそうか、やっぱコンビじゃね、コンビか、うん、いやでも置いてないんじゃない、あのね、やりたいので、まあじゃあせめて作っていただくか、あで、まあナンバーグランド花月かなんかに置いていただければやりに行きますから、ちょっと流行りそうですよね、置いといたらね、今でまたなんかね、今いいですよね、なかなかこれね、メンツ当時出た瞬間もう渋かったんですよ、渋い、いや今聞いても渋い、2002年に見て、うん、うわ横山隆史師匠とか、坂井君にも通るじゃない、横山隆史師匠しか、うん、はいはいはい、で、あのシンデレラエキスプレス、ダックスープに至ったらやっぱ東京の人は知らないですから、め
ちゃめちゃ渋いやっぱ増田岡田からですよね、うんうんうん、まあそう知られてるから、ね、うん、だからそういうのをもっと最新版を作って、うん、まあ松竹でもいいですけど、まあまあ松竹さんが作ったんでそういう有名になったんでしょうけど、うん、でもこれ、うん、まあ最悪吉本さん、まあまあ吉本ですかねやっぱ、うん、でね、まあ吉本も収まりいい感じがするよね、うん、やっぱりね、うん、そうそうそうね、だからそこら辺でちょっと見たいなって、ちょっとじゃあまあでも情報ね、もし情報もつか仮にこのやつのまま、いや、あ、まだありますよと、うん、あるのならちょっとやりってちょっとそれも動画に収めて表してもいい、俺のこのツッコミの腕、ああもう見せつけてやりたい、言ってもプロですからね、まあ足りない、まあ足りない、足りない、こんなやつのことないでしょ、バーン人生バーンドカーンドーン言っても言っても言っても、うん、やっぱ違いますからね、やっぱファイナリストがゲーセンで、はいはい、だからプロの歌手がさ、カラオケ行ったら別に点高いとは限らないぞって言ったら、ああいいじゃん企画、うん、だから別にそれうまいとは限、うん、いい点いくか分かんないけど、うんうん、やっぱ間はまあ絶妙なんじゃないかな、あそういうのかっこいい、こう、うん、やっぱドワーンいくか、だからそれをねちょっとやりたいやりたい、東京にもあるかもしれない、東京、あ、まあ、できたら東京がいいです、大阪なかなかね行けないからね、超レトロなさゲーセンでさ、古い機材ばっか扱ってるような店でまあ置いてあったらいいなと思う、うん、やっぱこうやって叩くから、うん、壊れやすいと思うんですよ、うん、だからひょっとしたらもう生き残ってないかもしれない、全部修理出したりとかして、すいませんこの部品もうないですと、あかなってしまって、うん、もしも作るんだったら、まあ、新しくこの部品から作らないといけないで結構お金かかりますみたいになって断念して廃棄にしてるところなんてひょっとしたら多いんじゃないかなと思うんで、でももしもあったらやりたいのと、はい、ちょっとまた復活できないのかなと、はい、あれはなかなか画期的で良かったけど ね、 そうですね、1回200円とかですね、ルミネとかにも置いておいたらね、ルミネいいですよね、そうそう、ルミネっていう心の伝えした。明日情報ありますか。ありましたら提供してください。提供してくださいってことでね。新夏目ゴミラジオでした。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。